ギターのスーです。ベースのアイニャンです。キーボードのゆかるんです。ドラムのひなんちです。本日はウェブ番組ソフトバンクプレゼンツアーティストプッシュプッシュの第6回目のゲストとして登場させていただきました。イエーイ。聞かず嫌いな人もねいるかなと思うんですよ。私そのなんかこうポップな感じだったりとかも、でもそういう人が聞いても絶対悔しいけどこの曲好きだっていう曲が絶対にある。今回のアルバムはあのドラマのタイアップ曲だったりとか映画の主題歌になってる曲とか何曲か入っているので、最初って知らずに聴いてた人もなんかあっ最初だったんだみたいな感じで、このアルバムを通してこのアルバム収録曲も好きになってもらえるんじゃないかな。ボリュームのある贅沢な一枚になってなって思います。こだわりはたくさんあるんですけど、とにかくこうバンドなので一人一人の音をこう思うのがこだわって、もう常に最新作や最傑作と言っていいほどあの出し惜しみせず、もう今出したい曲ばかりを集めました。全員が作詞している曲がそれぞれあるので、歌詞カードを見て個性を見てもらいたいなと思います。サウンドも歌詞も遊び心のある曲がたくさんあるので、細かいところまで聴いてもらえたらいいなと思います。楽しい時も悲しい時もどんな時でもこうそばに置いていたいなって思ってもらえるアルバムになってると思います。ツアー中に作ってたので、やっぱみんな体力的にも精神的にもちょっと疲れてる時だったので、励まし合いながら褒め合いながら、あのそれぞれパートが違うのでやっぱりそれぞれのパートを尊敬し合って作ってたのがすごく楽しかったですね。でもね、制作とかはすごくストイックにやってるので、こここうしたいっていうのはあの意見を出し合って、ぶつかるってことはないんですけど、一回こう試しながら何回も何回も試して変わってってね、作っていきながら、うん、元のデモ曲と全然変わったりとかもしたので、うん、本当にみんなで作り上げたなって、うん、はい。LINE の公式アカウントでは、うん、あのチケットの先行があったりとか、あと私たちの動画を配信したりとか、あの本当にオフショットから真面目な宣伝までいろいろ日々楽しいことを、うんうん、あの伝えれたらいいなと思ってやっております。メンバーのグループがあって、そこであの歌詞とかもね、そこでみんなでこういうのどうって送り合って、うん、その一曲作ったこともあるし、あと結構ミュージックビデオの衣装とかを自分たちで買いに行ったりもするんですけど、うん、その時も LINE を使ってこう画像を送り合って、じゃあこういうのにしようとかいうやり取りはすごくするので、うんね、そうなんです。サイレントサイレンにはあのキャラクターがあって、あのサイコロに入ったサイなんですけど、そのサイサイくんが LINE スタンプとして第1弾と第2弾2種類出てます。な、ね、めちゃくちゃ使えるんだよね、これがね。めっちゃ使ってる。使えるんですよ。しかも1段と2段のちょっとテイストが変わってるからそうそうそう、両方取っておくとすごく使えると思います、うんうん。サイサイが一番得意なやつです。楽屋でいつもやってます。毎日サイレントでやってます、はい、うん、それってあのえめちゃくちゃ難しくないですか。いきます。はい、サイサイのライブに来てくれるサイサイファミリー。翌日声が出なくなったサイレントサイレンのライブ
25カ所26公演行います。こちらの最終日が横浜アリーナとなっております。今回今まで一番の編成なんですけど、全部違ったライブにしたいなと思っています。もうアルバムの全曲も歌えたら違うように、いろんな一面を見せていけたらなと思います。今回はライブハウス、ホール、アリーナと3規模の会場で行うので、そのそれぞれの会場に来ていただくと違う楽しみ方ができると思うので、ぜひ参加してもらえたら嬉しいです。今までで一番長いツアー、私たちも初めてなので、自分たちも成長できるし、ツアーのお客さんを巻き込んでライブの楽しさをみんなで分かち合っていけたらいいなと思います。私たちは曲作りの段階からライブでどういう風に楽しめるかっていうことを考えながら作っているので、ぜひこうただ見てるだけじゃなくて、みんなで一緒になって楽しめる、そんなライブをしたいと思います。はい、この DVD は昨年末12月30日に東京体育館で行われた、ライブの DVD になっているんですけども、いや本当にマジオープニングからめっちゃかっこいいんで、見ながらトイレとか行ってる暇ないぐらい見どころたくさんなんで、感動です。すごいです。バンドやりたいって思ってもらえると思う、うんうん、結構ドア頭からびっくりするかもしれないね。確かに、もうやりたいことをいっぱい詰め込んだので、うん、もう見て楽しんで、でライブに来てほしいなと思います。めっちゃかっこいいと思う。ぜひね、ライブに直接来て生の音を感じて最初いいなって思ってもらえたらいいなと思います。ライブで会いましょう。で、私たちはバンドなので、ライブでは本当にそれぞれが楽器を持つとかっこよく変身できると思うので、その様子を見に来てもらえたら嬉しいです。遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。一緒に音楽ライフをエンジョイしましょう。私たちのライブは一度来たら絶対癖になること間違いなしなので、遊びに来てください。待ってます。ニューアルバム S、 皆さんぜひ聴いてください。以上、サイレントサイレンでした。バイバイ。そしてご覧いただいた皆さんに、私たちサイレントサイレンからプレゼントがあります。私たちのサインが入ったチェキを3名様にプレゼントしたいと思います。応募方法はこちらまで。